韓国島へは2つの封印を解かなければ入れない。封印は2つの浮遊岩礁にそれぞれある。エルト海へ出て韓国島の封印を解除しようということで、韓国島に向かいたいところですが、なんとね外に出れたので、この次元式のクエスト、これをちょっと全部片付けてから進めます。ちょっとね、この時計マークがついてるクエストはね、今やらないとできなくなっちゃうので、今できるやつはちょっと全部やろうと思います。強敵を求めて4から、よし、高速のソニードリベンジ。装備は整えてきたからね、割としっかりちょっとねやっていきたいところではあるよね。オッケー。いやー、めちゃくちゃ強かったなこいつこの3人が一番バランスいいかもしれない、やっぱり。うわー、負けるかと思った、マジで。あの1回ね、さっきのダンバンとリキのパーティーでは明らかに勝てなかったから変えたんだけど、正解だったな。うわー、倒せてよかった。お、絆トークが1個見れるようになってる、見よう。どうしたカルナ、こんな場所で。綺麗な星だなと思って、私たちのコロニーから見えた星と変わらないんだね。うむ、そうだったか。ねえメリア、聖戦術って知ってる知っているが興味ないぞ、やばいな。もちろん知っているぞ。出生期と星から性格や相性などを読む占いだな。そうよ、ホムス文化圏だけのものだと思っていたけど、起源については分からぬが、高祖陛下が統治した時代よりもはるか昔から存在していたらしい。これ読み方合ってんのかな、感じきっと大昔の人たちも同じ夜空を眺めていたのね。ああそうだな。ねえメリアは先生術の結果を信じる？信じる。公女なのにおかしいかな。うん、そんなことないわ。女の子はみんな占いが好きなもの。気にしなくたっていいのよ。そうか、そう言ってもらえると助かる。ねえメリアの出生期はいつ？私はアンダアンヌンだ。カルナは？あら、私はアンダアンヌンよ。私たちの相性って確か最高だったはず。そうか、私の予想していた通りだな。ふふ、メリアは何でもお見通しなのね。めちゃくちゃ仲いい女の子同士の会話。いや、いいね。とりあえず今受注しているクエストは、この討伐クエスト4以外全部やったので、まあ他にもね多分クエストはいっぱいあるんだと思うんだけど、探している時間はちょっとねないというかキリがないので、多分これでもうストーリーを進めちゃおう。オッケー、エルト海のコレペディアも埋まったと。いやー気持ちいいね。さてと、なんかユニークモンスターが守ってんな。やっちゃいましょうか。じゃあ地底のつもぎり、まああんまり強くないでしょう、レベル40しかないしね。とっとと片付けて封印を解いちゃおう。オッケーオッケー、片付いたね。でこいつらクエストか。オッケー、ちょうどいいね。こいつらかクエストで言われてた討伐依頼は。じゃあこれ片付けたら一気にクエストも済むから楽ちんだ。それでこの塔を登っていくと、ああなるほどね、守護者がいてあれで封印を解くんだね。一回来たねここ。うん、今はまだ意味がないみたいな言われたところだ。ここもう一箇所の方に行ったのかな、一回は。そうだねそうだね。オッケー、それでこれだね、封印解除装置。ああ、なるほど。ああ、あれがせり上がるんだ。もう一個も解除して、もう一個もせり上がらせれば、OK っていうことね。OKOK。で、もう一箇所はこのカトール封印島。そうだね。一回来たんだよな、ここ。ここのてっぺんだ。まあ、とっとと封印解除しちゃおうか。OK。これで、こっちもせり上がって、いいね。
これで監獄島の封印が解除されたんじゃない？オッケーオッケーオッケー、いいねいいねいいね。あそこから転移装置で飛べるっていうことなのかな。中央封印島から、うわでもすげえシステムだよねこれ、考えた人。ハイエンターの科学力にマジで驚かされるよね。これはホームスには絶対持ちえない技術だと思うし、すげえなー。でここから監獄島に飛べるのかな。あ、これが解除装置なんだ。あーなるほどなるほどなるほど。で、あのワープゾーンから監獄島に飛びましょうってことね。ここクエスト小分けにする必要あんのか。お、ムービーだね。うわ戦ってんだよな周りが。それにあの周りを飛んでいるのは何だ。監獄島に封印されてるモンスターって言ってたもんね。来るのは何、モンスター。あ、モンスターの方か今。うわーって口全然動いてなかったでしょ。アンノウン、アンノウンか。レベル40ならそんな大したことはないんじゃないか。 OK。 まああんまり強くなかったね、やっぱりレベル40ぐらいなら。なんだこの生き物は、見たこともねえ。結構まがまがしいんだよな翼とか。おそらく巨神界最古の生物の一種だろう。巨神界最古の生物の一種から出土する化石でしか見たことはなかったが、あ、よもやこんな場所に封じられている。恐竜的なもんなんだね、化石があるんだ。そのレベルの最古の生物なんだ。ここまでの知能があればな、こいつらからはもっと原始的な何かを感じる。原始的な何かを感じる。何かって、自分たちの存在以外を許さない。なるほどね。排他的な本能みたいなもんかな。まあただの勘なんだが。ああそんなものを感じとんだ。ダンバンやっぱり感覚が鋭いね。監獄と、まあ行くでしょう。行くしかない。なるほどね。監獄島に封印されてた生き物たちは自分たち以外の存在を許さない、そういう本能を持ってるっていう。結構じゃあ過酷な戦いになりそうだねこっから先は。いやー戦ってるねー。自分たち以外の存在を許さない古代生物対鬼神兵。これはなんかシュルクたちが手を下さなくても潰し合ってくれそうな雰囲気すらちょっと感じるよね。差し物守り手も長くは持たぬか。あー押されてるんだ。あやつらがいずれはコートに。まあそらそうか、数が異常だもんな鬼神兵の。ヒソたちよ、今こそその知恵にすがろうぞ。イルナメレルカンタクシス。うわすげえ RPG っぽい。めちゃくちゃ RPG っぽい。やっぱハイエンターの多さすげえ力持ってんだな。え、あこれお前が召喚すんの。あこれハイエンターの始祖ってこと。やっぱりそうなんだ。巨人族。あ違うんだ、このようなものが封じられていた。巨人族なのかただの。結構怖いな。あ、喋れるんだ。久しいな。そなたとは面識はないが。何、お前の身に流れる血に行ったまでだ。そんなの分かるんだ。我をここに封じたな。いやなんか因縁がありそうな感じだなちょっと。私が何故ここに来たのか語るまでもないである。助けてくれなさそうだけど。聞くまでもないさ、我は全てを見ているからな。ゴッドエネルじゃんそんなん。どうした、使うがいい。そのために我はここにいるのだからな。あ助けてくれるんだ。でも力を使わせてくれるんだ。どうやって使うんだろう。
うわすげえ、そういう装置なんだ、あの巨人族の力を使うように作られている。うわすげえ威力、なんだと、バリアみたいになってんね。これは鬼神兵もうかつに手が出せないんじゃないですか。光は、父上、なんか笑ってんな、アルビース。ここまで計算通りだったりすんのかな、アルビースの。気になるね。じゃあゾウさんのところに向かおうか。うわめちゃくちゃ飛んでんなこいつら。かまってられないけどね、自分たちが許さない種族だから、見つけ次第好戦的に殴ってくる可能性は高いんだよな。まあ襲ってくるやつだけ倒しましょうか。アイテムは落ちてないっぽいね、特に。そうだね、ここにはコレペディア系はなさそう。こんな襲われなくていいの？レベル上げすぎたんかな？ここまで襲われないってことは。全く襲われないまま目的地に着いてしまった。そう、レベルを上げすぎたかもしれないな。まあ悪いことではないから、いいでしょう。さてと。でっけえもん、どんだけでかいやつが使ってたんだこのもん。巨人族がもともと支配していた土地なのかな。大恐竜だもん。大恐竜、あ、ゾウか、びっくりした。ボス戦かと思った、ちょっとした。なんだよ、ただの石像じゃねえか。おっさん、びっくりさせんじゃねえよ。ラインと感想が一致してしまったよ。人かしら、不思議な姿をしているわ。これはもしかしたら我らの始祖の姿かもしれんな。ハイエンターの始祖。では今の我らとはかなり異なる姿をしていたという。あ、じゃあやっぱさっきの巨人族もその姿をかたどったってわけか。ハイエンターの始祖の可能性が、いやそれはないか。こいつどっかで見た。封印されたって言ってたもんね。ちょっともう一回像をよく見せてほしいな。どんなデザインかちょっとよく分かってない。テレシア、この監獄とはメリアたちの先祖が作ったもの。ハイエンターはテレシアから派生した生き物ってこと？では我らの始祖が生まれる遥か以前より存在していたらしい。そんな昔からあるんだ。作ったものかは定かではないが、ここを封じたのは我らの始祖であったという話だ。結構謎が謎を呼んでるね。何を封じ込めたんでしょうね。興味あるわ。見るがよい。始祖の残した碑文だ。おう。写本はコートのあちこちで見ることができる。多くの研究者が挑んできたのだが、解読できたのはごく一部だ。なんて書いてあるんだろう。あの記号、うん、モナドの表面に浮かぶ文字とよく似てる。だけど何か気になる。そうか、漢字やけどね、ガブ文字は。開く資格を持つのは皇子とその後継者のみだという。じゃあメリアは開けるんじゃない？陛下はもうこの中に。おそらく。でもどうなんだろうね、ハーフだからメリアは。そなたの末代皇太子メリアエンシェントが推薦した監獄の扉、我が知性の希望のため開かれん。開かないんじゃないのこれ、もしかして。あ、開くんだ普通に。よかった。あのハーフだからお前にはそんな資格ねえよっていう判断をされるかもしれないと思ったけど。同じか。すっげえ。ねえ、助けなくていいの？心配無用だ。意味はわからぬが必要な手続きらしい。なんだかよくわからんが、とにかくすごい自信だってやつやね。あ、ちゃんと開いてよかった。いやこれワンチャン開かなくてさ、メリアなんか落ち込む展開かと思った。お、ビジョン。モナドを継ぎし者よ、
今こそ枷を解き放とう。枷を解き放とう。てかこいつ自由になってない？封印されてたはずなのに。ちょっと不穏だね。どうしたアシュル君？枷を解き放つか。見たんだろ？ガオツキどもをバッサバッサと切り倒してる未来のビジョン。いや違うんだよな。やっと来たんだ。ためらうことなんてねえって。行きましょうシュル君。奴らが足止めを食っている間に。そうだぜシュル君。ここにはあの顔つきの鬼神兵を倒す手段があるに違いないって。そしてメリアの親父さんを救うんだな。あ、でも顔つきの鬼神兵を倒すためには覚醒したモアドの力がいるって言ってたよね。で、枷を解き放つってことはあいつがモアドの力を覚醒させてくれるのかもしれない。パワーアップイベントなのかな、あれは。なんかちょっと不穏な雰囲気がしてるのがちょっとね、かなり気がかりだけど。監獄島。めっちゃ上の方まで来たね。結構終盤なのかな、もう。RPG って基本ね、40レベルとかあったらクリアできることが多いから、ドラゴンクエストとかの感覚だと。だからいけるのかなと思うけど、これはなんだ？お、よかったの？いや、一応こっちの奥側見たい。奥側見たいよ。それは。RPG の探求者としては、なんもないぞ。機能が停止しているようだ。もう、今来るべきじゃなかったパターン、単純な。でもなんかドラゴンの、ねえ、かたどった。あれがあるね。ってことは、ハイエンターはドラゴンの末裔？そんなかっこいい種族なの？あんな長い耳とダセー羽をつけてるのに。じゃあまあ大渓谷ちょっと旅しますか。あ、でもこっちもあれだね。機能が停止しているようだっつって、同じ装置があるね。なんかに使うんだろうな、これも。となると、あとはこっち側だね。まあこっちにね、そもそも矢印が飛んでるしね。敵も襲ってこないし、コレペディアのアイテムも何も落ちてないから、マジで進むしかやることないね。多分、この、ワープゾーンみたいなのがあるんだけど、この先もね、さっき散々見た機能してないようだの、あれがね、あるだけだと思うから、まあ、もうワープしちゃおう。ここは、塔の外に出たみたいね。おい、シュル君。うん、間違いない。塔のてっぺんまでやっぱ行かなきゃいけないんだ。うわ、顔つき2体いるもんな。ここが僕の見た場所だ。急ごう。じゃあだ、突破されるんだ、このバリアは。えっ、うわ、びっくりした。やっぱバリアが張られてるから入ってこれないんだ。でもそのうち突破されるんだろうね。メリアか。あ、お父様。父上。これは父上。この巨人の力を使ってバリアを張ってるみたいなことだよね。よく来たな、モナドを次し者よ。この巨人が自由になる未来が見えてるからちょっと怖いよね、それが。でけえ。結構怖いな、これ。まがまがしすぎるよね。太古に滅んだと言われる巨人族、ヒソはこれを封じていたのだよ。なんで封じてたんだろう。我が名はザンザ。ザンザ。我はここでそなたを待っていた。モナドの後継者を待っていた。そのために封印されてたのかな、未来に何かを託すために。待っていただと。そなたは始祖によってここに封じられたのではないのか。まさか敵っぽい雰囲気もあるよね。我が打ち鍛えし剣、我の打つしみ、それを振るう者のことは手に取るようにわかる。刀鍛冶なの、この見た目で。あなたが。そうだ、鬼神界にこうするため、神の剣としてはるか昔に我が作ったものだ。あ、そうなんだ。なんでこんな残酷な目に。
確かに。モナドとはこの世界を構成する断り根源元素、エーテルを自在に操る剣。断りを操ることで物は断たれ、力は増幅される。そなたも見てきたはずだ、その剣が起こす様々な現象を。まあ超絶速くなったり盾ができたりね、相手のオーラを封じたりね。巨神と共に戦い、鬼神を打ち倒したのだよ。え、そうなんだ。あの鬼神をぶっ倒したってのか、こんな小さい剣で。その姿形は幻影、本来はでかいんだよね。使う者の意志一つでモナドの姿はいかようにも変化する。あ、ホムスが使うからホムス用のサイズなんだ。あるもの、その力。この剣を最初に使ったのがこのザンダさんなんだね。それを恐れた古代のハイエンターによって我は封じられた。あ、それで刀を奪われたから、ハイエンターがモナドをもともと持ってたって言われてるんだ。害してそのようなものだ。なるほどね。ここにこうしているのがその証。まあ嘘はつかないだろうしね。新たなるハイエンターの指導者よ。でもモナドを振るう巨人を封印するってかなりすごい力持ってるよね。鬼神に対抗できる唯一の力。使い手の成長とともに全ての断りを断つ力を秘めている。全ての断りを断つ力、すごい力だね。まあそれはモナドには枷をかけているのだ。あ、まあ覚醒させなきゃいけないっていうくだりがあったもんね。特定のものは立てなくしてある。あ、人間だ、特定の人間だ。人間は立てない、モナドでは。え、覚醒したら人が切れるようになるってこと？それはまずいんじゃないか。いくらなんでも。その枷を知っていたからこそ奴らはモナドでも切れぬ鬼神兵顔つきを生み出したのだよ。ああ、やっぱり人間の人格が埋め込まれてるからモナドじゃ切れないんだ、顔つきの鬼神兵は。あ、そういうことか。めちゃくちゃ繋がったな。うわ、面白い。うわ、そういうことか。マジで繋がったね。で、多分人間だった頃の記憶を持ってるやつも いるんだろうしね。どこがこの力の中心だ。あ、見つかった。おいつらは。でもこれを突破することができるのか。消えやがったってか。抜け目はねえよな。だがよ。おお。どんだけ防備を固めたところでこいつは防ぐまい。突破できんのか。なあ、ザンダさんとやらいよ。名前も知ってんだ。なんで名前知ってんだろう。有名なのかな、やっぱ鬼神界に伝わってるのかな、そういう伝説の戦士みたいな感じで。ロンギヌスの槍みたいな持ってたね。できない。それが枷なんですか。それと顔つきとに何の関係があるのですか。いや、繋がったね、マジで。それを己が目で確かめるのだ。さあ、そのモナドで我をこの枷から解放するがよい。信じていいのこれ。そしてモナドを差し出すのだ。我ここに全ての枷を解かん。人を切れるようにしてくれるんだ。モナドはあらゆるものを断つ剣となるであろう。でもそれはいいことなのか悪いことなのか分かんないな。ただ神のみ。鬼神と巨神のこと？よせ、シルク。そう、信じていいかマジで分かんない。メリオ、なぜ？気にかかるのだ。始祖たちが何故このものをここに封じたのかが。確かに危ないやつの可能性は捨てがたい。僕たちにはもっと力が必要なんだ。それは君だって同じだろ。うわ、シルク憎しみに支配されてるな。それは、いや、しょうがないんだけどね、それは。ちょっと待てよ。こいつはただカセットやらを解いてくれるだけなんだろう。だったら迷うことはねえって。いや、ラインズ、もうちょっと資料を深くした方がいい気がする。分かってほしい。僕にはやらなきゃならないことがある。鬼神兵を倒す。あ、フィオルンの敵だしね。いや、シュルクの気持ちもわかるし、メリアの気持ちもわかるな。
うわぁ、この階層をここで挟んでくるのはずるいなこんなのなぁ、モナドの力解放して全員根絶やしにするしかないもんね、マジで。駆逐するしかない、マジで。うわぁ、ほんとにやめてほしい。うわぁ、もうこれ見るだけで辛い、マジで。種類よ。我は強制しない。強制はしない。代償も求めない。見返りもいらないと。選ぶのはそなただ。うわぁ、究極の二択。僕は。うわぁ、まあ行くよな、シュルク。俺がシュルクでも切ると思う。これはシュルクを責められる人はいないと思う。いや、すげえ威力、一振りで。消滅封印が。あ、ま、でも封があるもんね。オーラを封じる。うわ、自由にしちゃったけど大丈夫？殺されたりしないかな、誰か。こいつに。その意志しかと受け止めた。今こそ、枷を解き放とう。え、シルク、闇落ちでコントロールされたりしないよね。さすがよ。え、ああ、黒い顔つき、ロンギヌスの槍が。おっ、おお、マジか。ザンザ、ザンザが死ぬの。こいつ何人殺せば気が済むね、お前。黒い顔つき、さすがは名手様の槍だぜ。うわ、どうやら間に合ったみてえだな。許せへん、これは。俺たちがここに来ることを知っていたのか。ああ、ザコが何勘違いしてやがんで。俺たちの目的はそれそこのデグヌボイよ。ザンザが最初から目的だったんだ。え、何か吸い取ってる？いや、などに余計なことされて、何かを注入してる？槍に来たらお前らがいたってわけよなあ。おお、あ、これは白い顔つきじゃない？うわあ、新兵器、白い顔つき、絶望的。黒い顔つきだけでも勝てないのにな。ザンザ、答えてください、ザンザ。顔見知り？聞こえているはずです。顔見知りなのか。思念派か。この若者たちを生贄としてまた繰り返そうというのですか。我に話しかけてくれ。生贄として。お前は何者だ。やっぱ何か悪いことを考えてたのかな、ザンザ。そして何を知っている。ザンザ、私はあなたと対話をするためにここに。あ、そんな悪い存在じゃないのかな。僕はお前たちを許さない。あ、しょうがないな、そう思うのは。あなたと戦うつもりは。お前たちはフィオルンを。そう、許せないんだよな。フィオルンを返せ。許せるわけないんだよな、ヒュルクは。調子に飲んじゃねえって言ったろうがよ。うわ、悔しいな、シュルク。シュルク、弱すぎるぜ。くっそー。くあー、みんな頑張れ。いやー、通用しないか、どんな攻撃も。やばい。うお、かっこいい、ダンバン。ほんとモナドがねえと弱えよな、てめえらは。ダンバンさんよ。貴様、知り合いなんだな。なぜ俺の名を呼ぶ。わからねえのか。これでも。この技は。うわあ。まさかそんなはずは。やっぱりな、予想はちょっとついてたんだよ。やめなさい。ムムカでしょ、多分。私たちの目的ではない。最初に。ダンバンたちと一緒に鬼神兵と戦って、あの逃げて殺されたと思われていた。多分そうだと思うんだよな。うわぁ、残酷だ、ダンバンにとって。うわ、陛下すげえ。そんな力を。父上。大事ないか、メリア。でもシルクが冷静にならないと未来を変えれないから、父上が、陛下が殺されてしまう、マジで。
ふざけんじゃねえぜ。シュルク、冷静になれ。取り戻せ自分を。守るんや、シュルク。あかん。守れ、シュルク。目の前で、シュルク、これはお前のせいや。お前が、気持ちはわかるけどな。落ち着いてさえいれば。そうよ、このたった一刺しでさ。そう、弱すぎるぜ。何人殺したら気が済むね、お前は。何人殺したら街で気が済むんや。僕は、またモナドを継ぎし者よ。ザンザ、ザンザ、すごい体勢で固まってるザンザ。無事ではないと思うよ。今すぐモナドの無事ではないと思うよ。生きてたのかならわかるけど。すでに風は解き放たれている。もう解き放たれたんだ、風は。風はそれを振るう者の意志、振るうが良い。なるほど、人間は切りたくないっていう気持ちがあれば倒したいと思う相手を、切ることはなかったけど、心から切りたいと思ったらもう覚醒するんだ。うわー、消えた。そしてモナドに入ってくる。ザンザ、うわー、露骨なパワーアップイベント。鬼神兵、僕らお前たちに食われるだけの存在じゃない。やるしかない。うわー、覚醒した。うわー、かっこいいな。おい、でかい。いけません、その力に身を委ねては。あ、危険な力なんだ。今ラインに当たりそうじゃなかった、一瞬剣先。うわー、モナドの枷が外れました。